デームエドナ・エバレジは紫色の髪と豪勢な眼鏡が特徴的な自称、メガスター。オーストラリアニューサウスウェールズ州のワガワが市の郊外にある小さな町で生まれたというデームエドナとして知られる。1955年に一階の主婦であるエドナ・エバレジが芸能活動を開始、その後活動の場をロンドンに移してメガスターとしての地位を不動のものにしたという。 テレビや映画での活躍も多く、日本でも、アリー・マイ・ラブの第5シーズンに、クレア役で、準レギュラー出演していた。2000年には、ダメエドナロイヤルツアーで、トニー賞の劇場ライブイベント賞を受賞している。また、エリザベス2世女王から、女騎士に助せられ、デームの称号を許されたと言われる。女王とは親しく、ファッションから息子たちの操縦法まで、 幅広いアドバイスをしているらしい。2002年3月に女王の母、エリザベス王大号が死去した際には、実際にその壮列に加わって、弔意を表しており、また、同年6月に女王の在位50周年を記念して、バッキンガム宮殿で行われた記念コンサート、パーティーアットザパレスにも実際に出演して縁に花を添えている。ダメエドナプレイスオーストラリアでは、 これまで、ニコール・キットマン、ケイト・ブランシェット、ラッセル・クロウ、メル、ギブソンなど多くの俳優たちがまだ卵の頃に演技指導をしたという。そうした数々の業績が認められ、メルボルン氏からは死の鍵を贈られ、名誉市民になる。また2007年3月には、同志の行動の一つに、ダメエドナ・プレイスという名称が完成られている。死別した夫との間に成人した。 次男次女がいるといい、特に次男でファッションデザイナーのケニーと彼と非常に親密で長年にわたって寝職を共にしている同居人の男性のことを好んで話すが彼らがどういった関係にあるのかついては全く察知していない模様である。デームエドナは実は彼女のマネージャーであるバリー・ハンフリーズという男性が1955年から演じているキャラクター。 しかしそうした事情やハンフリーズが実はメルボルン出身のコメディアンであることなどは公然の秘密ということになっている。ありがとうございます。